というと、あの海外でライブをされていることが、あ、素晴らしいですね。多いんですよね。あの金賞というのは海外でライブというのは、一回ね、もう18年ぐらい前にね、一回ニューヨークでライブやろうって話になって、はい、ツアーをパッケージで作ったんですよ、はい、そしたら応募者が一人だったんだよね、それで中止になったことあったね、そうですか、お忘れもしない。皆さんヨーロッパでもね、非常に人気のすっげえな、今 YouTube とかね、あるから、うん、絶対行ったら入りますよ。え、はいはい、今狙い目、あのね、日本の若い子よりも、うん、あの海外の若い子の方が日本のそういうビジュアル系シーンに詳しいです。ドイツとかなんか北欧とかちょっとこうね、また意外なところで人気出たりするんだよね。そうなんですよね。あ、インド狙おう、インド。あ、いや経済的にインド化計画、日本インド化計画そうですね、インド日本化計画そうですね、インド。ゆうたろうさん、ちなみに日本でやるパフォーマンスと、はい、その海外でやるパフォーマンス、お客さんの反応とか心地よくなってるのあります？パイだったんですけど、こうなんか歌ってたんですよ、バラードみたいな曲を、それきにこう目の前で見つめ合い始めて、わあ見つめ合ってんなと思ったまま、ブチュってこうなって BGM じゃねえか、はい、プラスティックテレビの音楽に高揚して、思わずこうメロメロになってってことだから、喜ばしいことかもわかんないですね。ただ僕はちょっと気まずくて真ん前だったんで、このぐらいの距離だったんで、タッチかって、うわ恥ずかしい。カップル多いですよね。多いですよね。だからほら、よくさ、外国のスタジアムのライブなんかでさ、こうでかいスクリーンにおっぱい見せてる人とか、ああいうのはあるの？僕は見たことないですね。ありました？ないです。ないですね。あれはやっぱり派閥が違うのかな。その辺はありますけど、みんなさ、あの外国のお客さんもメイクしてきたりとかコスプレしてきたりはするんでしょ？する子はしますね。すごいね、日本初で世界発信で、筋肉少女隊とかこうなんかさ、絶対字とか間違えてんだろうね。あ、そうですね、うん、金打ちとかになっちゃう、ね、金打ち少女隊とか惜しいみたいな感じ。惜しい。続いてはムック。2005年の海外進出以来、数々のフェスティバルに参加、世界での人気を不動のものにしています。この春には全米34カ所を回るツアーも大成功。新曲はラルク・アンシエル・ケンさんのプロデュースです。